厳重に監視された列車は、1965年のボフミル・フラワルの中編小説、及びそれを原作とした1966年のチェコスロバキアの映画、以下映画について解説する。映画は、イジー・メンツェール監督の長編映画一作目の作品で、出演は、バーツラフ・ネッカージイトカ・ベンドーバー、ヨゼフ・ソムルなど、脚本は、 メンツェルとフラバルが共同で執筆した。第二次世界大戦中、ナチスドイツ保護領下にあった、ボヘミアののどかな田舎駅を舞台に、駅員の青年が童貞を捨てることや騒動を直すことに奮闘する青春コメディ映画で、チェコヌーベルバーグ映画の一つに数えられる。風切りは1966年に、チェコスロバキアでされた。日本では2001年に、 運命を乗せた列車の放題で、テレビ放映後、2005年に厳重に監視された列車と放題を改めて映画祭で上映され、2008年に劇場公開された。また、映画賞では1968年の第40回アカデミー賞で外国語映画賞や、1966年のマンハイム・ハイデルベルク国際映画祭で大賞を受賞した。 第二次世界大戦中、ナチスドイツ保護両下にあった、チェコスロバキアの小さな村、コストムラティ。そこの田舎駅に青年ミロシュフルマが創車係見習いとして着任する。駅には、鳩の飼育に地道をあげる駅長のマックス、ミロシュの先輩創車係で、女癖の悪い不備地下たちがいた。また、ミロシュの恋人マーシャが時折、 駅を通過する列車の車掌としてやってくる。ミロシュとマーシャは駅に列車が停車している、わずかな間、プラットホームで立ち話をする程度でプラトニックな交際を続けていた。とある晩、未だ童貞のミロシュがマーシャと人を共にしようとするが、ミロシュがことに失敗して、別々のベッドで床につく。事故嫌悪に陥ったミロシュは、自殺を図るも、一命を取り留め、医師から、 君の年頃で、早動は普通のこと。経験豊かな女性にセックスを教わればいいと、アドバイスを受ける。さらに悩むミロシュは、駅長の妻にセックスを教えてほしいとこうが、あっさりと交わされて断られる。一方、夜勤中のフビチカは、駅の女性電信係図でにチカといちゃつきながら、図でにチカの尻に、駅の行員を押して遊んでいた。また別の晩 若く美しいパルチザンのビクトリア・フライエが駅に現れる。ビクトリアは夜勤中のミロシュとフビチカに明日ここの駅を通過するナチスの列車にこれを仕掛けてほしいと一つの起爆装置を手渡す。そして誰もいない駅長室でビクトリアが休もうとするところに気を利かせたフビチカがその駅長室にミロシュを押し込める。翌朝、 ビクトリアにセックスがいかなるものかを教わったミロシュが、自信にあふれた面持ちで勤務に着く。そこへ、ナチス幹部である、セドニチェク参事官が現れて、ズデニチカの尻に行員を押した疑いで、フビチカの左門会をこれから駅舎で開くという。爆破すべき、ナチスの列車が、国一国と駅に近づいてくるが、左門にかけられている塔のフビチカは、駅舎を離れられない。 その成り行きから、ミロシュが起爆装置を持って線路に向かい、ナチスの列車に起爆装置を投げ込むことに成功する。しかしその直後、ミロシュは列車に潜んでいたナチスの狙撃兵に撃たれ、列車の爆破に巻き込まれて命を落とす。映画が撮影された、ロジェニツエ駅舎制作会社のバランドフ撮影所は、原作となる、ボフミルフラワルの1965年の 中編小説、厳重に監視された列車をもとに、3人のベテラン映画監督に対して企画を持ちかけて断られ、その後、長編映画初監督となるイジー・メンツェルを監督に決めて映画制作を始めた。メンツェルはまず主役のミロ主役に、ウラジミール・プホルトを選んだものの、その時プホルトは、イジー・クレイチーク監督の映画スバートバ・バジャコレマン。 にかかっていたため出演できなかった。メンツェルは自身が主役を演じることも考えたが、役柄の年齢が若く、それも断念して、結局はメンツェルの妻の勧めにより、バーツラフ・ネッカージを選んだ。撮影は、主に、プラハ中心部から南西、約20キロメールにあるロジェニツ駅の駅舎を使い、1966年2月から4月にかけて、 ロケーション撮影を行ったアメリカ合衆国の日刊誌ニューヨークタイムズの映画批評家ボズレイクローザーはヤン・カタールとエルマール・クロスの大通りの店やミロス・フォアマンのブロンドの恋といった近年のチェコスロバキアの日本の映画同様老練かつ程よい感動がある作品と評したアメリカ合衆国の映画雑誌バラエティは28歳のビジー・メンツェルが 衝撃的な監督デビューを果たした。役者を巧みに扱い、ウィットに富んだ描写のセンスもまた印象的であると評した。また、本作は国際的な映画賞において2つの賞を受賞した。一つは、1966年に新人監督の登竜門であるマンハイム・ハイデルベルク国際映画祭で受賞した大賞。 それと1968年のアカデミー賞で受賞した外国語映画賞である。また、ノミネートのみに終わった映画賞は、英国アカデミー賞の作品賞とサウンドトラック賞、全米監督協会賞の長編映画監督賞、ゴールデングローブ賞の外国語映画賞がある。歴代の映画作品の中から傑作を選ぶといった映画戦においては、アメリカ合衆国の雑誌タイムが、 オールタイム100ムービーズに本作を選んだほか、イギリスの映画雑誌エンパイアが、ザ100ベストフィルムズ・オブ・ワールド・チネマの50位に本作を選んだ。ありがとうございます。